パソロ・ブレスは、アメリカ合衆国カリフォルニア州南部サンルイス・オビスポ、軍の都市である。2000年国勢調査で、の人口は24,297人だったが、2010年には29,793人と23%成長し、2025年には4万4,000人になると推計されており、軍内では最も成長速度の高い都市である。 未ュ入領域を合わせた都市圏で、の人口は2010年で4万1249人と推計されている。サンルイス・ビスポ市の北、サリナス川沿いに位置し、温泉や多くのワイン醸造所があることで知られ、また、カリフォルニア州チューブ祭りの開催会場でもある。パソロブレス市となっているセントラルコーストの地域は、時代を通して温泉があることで有名だった。スペインによる、 伝道書時代よりも以前の数千年にわたって、サリ南族インディアンが住んでいた。彼らはこの地域を、泉あるいは、温泉と呼んでいた。インディアンやその後の伝道書の神父たち及び、神徒たちは、治癒力のある水と鎮静効果のある、泥浴によって様々な慢性病から回復することが、わかっていた。パソロブレスは、メキシコの特許土地であるランチョパソデロブレスの中にあり、 ここを1857年にジェームズ・ブラックバーンとダニエル・ブラックバーンが購入した。この土地は、神のレアル道路を通ってきた旅人が休息する場所であり、鉱物を含む温泉で知られていた。隣のサンミゲル伝道所のフランシスコ会牧師たちが、この地域で初の高専入浴所を建設した。この時代に、現在のパソロブレス氏の設立者となった開拓者を引き付け始めた。 彼らは後に、牛の牧場、リンゴやアーモンドの果樹園、落農場及び武道園を作っていくことになった。1864年、最初のエールパソデロブレスホテルが建設されたが、ここにも、高専入浴所が作られた。ブラックバーン兄弟が、公衆公園用地として、町に2つのバイクを寄付し、住民や訪問者の娯楽に供されるものとした。当初の上都証書では、 公衆公園以外の用途に使われる場合は土地を寄付者に返すこととされていた。その土地はレディントンというものが配置を決め、住民が植物を持ち寄って植樹の日が設けられた。当初はサボテンが土地協会のフェンスの代わりになっており、1890年に素人芝居であげた収益を使って野外ステージが建設された。 1886年、サザンパシフィック鉄道がこの街を通るようになり、この街の中核部をやんのための場所として、外区の整理が行われた。1886年10月31日に、初めての列車が通った、その2週間後に3日間の祭りが開催され、その参加者には、サンフランシスコからの特別列車で金持ちの土地購入見込み者を連れてきて、この地域を巡り、 日々のバーベキューを楽しんでもらった。11月17日、グランドオークションが開催され、228区画が売却された。サザンパシフィック鉄道がパソロブレスを通った時の地元代理人は、ケンタッキー州生まれで金を炭鉱するために1853年にカリフォルニアに来ていた RM ディック・シャッケルフォードだった。シャッケルフォードは、金の炭鉱からチームを組んだ牛追い。 さらに製材業まで様々な経歴を持っており、ネバダ州に行った時は和州軍の代表として、ネバダ州の最初の議会で一機を務めてきていた。シャッケル・フォードは1886年までにカリフォルニア州に戻り、パソロブレスに住んで広大な土地を購入し、そこに倉庫を建て、鉄道の線路沿いに材木置き場の運営を始めた。またサザンパシフィック製粉会社も設立して、 事実上地元の製粉業を独占していたが、地元の農民が、シャックルフォードの独占を破るために、独自の共同組合である、ファーマーズ・アライアンス・フラワーミルを組織した。パソロブレスが姿勢を敷いたのと同じ年の1889年、新しく壮大なホテルの建設が始められた。その建設には100万個以上のレンガを必要とし、建設費用は16万ドルに上った。 この新しいエルパソデロブレスホテルは1891年に営業を開始した。建物はレンガ作り3階建てで、砂岩のアーチが設けられた。このことで完全な耐火構造となった。また7エーカーの庭園と中ホールのゴルフコースもあった。屋内には図書館、美しいサロン、理髪店やビリヤード室とラウンジも備えていた。 また改良された温泉大入浴場のほか、32の個室浴室も提供していた。大入浴場は横20フィート縦40フィートあり当時のアメリカ国内で最大級に洗練され完成されたものと考えられた。1913年当時世界でも最も有名なピアニストかつ作曲家だったイグナツイ・パデレフスキーがこのホテルを訪れた。パデレフスキーは 関節炎の治療のために、ホテルの公戦に3ヶ月間使った後、そのコンサートツアーを再開した。その後ホテルに戻って生活するようになり、パソロブレス氏の西側に2つの美しい牧場を購入した。その後の30年間でこのホテルを訪れた著名人としては、ボクシングのチャンピオンであるジャック・デンプシー、セオドア・ルーズベルト大統領、セント・ジョンのアデラ、ロジャーズ、フィービー・ア・パーソン、 ハースと俳優のダグラス・フェアバンクス、ボリス・カーロフ、ボブ・ホープ、およびクラーク・ケーブルンがいた。メジャーリーグ・ベースボールでは、ピッツバーグ・パイレーツとシカゴ・ホワイトソックスが、春季トレーニングの場所としてこのホテルを使い、光線に使って疲れた筋肉を癒した。一時期のパソロブレス氏は、アーモンド式と呼ばれた。地元のアーモンド生産者が世界でも、 最大の集中したアーモンド果樹園を作り上げていたからだった。外郭部にある牧場は大変重要な役割を果たした。そこでは牛や馬が飼育され、小麦や大麦を主にする穀物、庭園作物及び果実が栽培された。これら牧場地や果樹園は多くのワイン醸造所のための葡萄園に変えられ、それが現在は多くの観光客を呼んでいる。事業家たちは、 牧場主たちに対する感謝の気持ちを表すために1931年10月にパイオニアの日を設立し、これが現在でも盛大に祝われるようになっている。毎年10月12日より、前の土曜日がパイオニアの日とされている。当初は、個人、事業家、協会及び奉仕組織からの時間、物資及び金の寄付により、地域ボランティアの活動で開催された。 その目的は、地域の友好を深め、歴史遺産を記念する日を提供することだった。さらに、年間を通じて、地域の事業や、専門家集団を支援する人々すべてに、ありがとうを言う日にも設定された。事業の大半は当日休業になるので、その従業員はその日の活動や、家族の親睦を楽しみ参加することができる。この日の行事はどれも無料であり、営業もなく、 昼食は無料で提供される。1940年12月に悲劇が起こった。対価構造のはずだったエルパソデロブレスホテルが火事で全焼した。その夜泊まっていた客は無傷で逃げることができた。しかし、火事を発見した当直の事務員が警報を鳴らした直後に心臓発作を起こして亡くなった。この火事から数ヶ月後、 同じ場所に建てる新しいホテルの設計図が引かれた。その設計は全く新しい概念に基づいていた。ガーデン・イン・ホテルは自動車で訪れる客をもてなせるように設計された。1942年2月に工事が完了し、新しいパソロブレス・インが営業を始めた。1960年代から1970年代、パソロブレス・インにはほとんど変化がなかった。しかし、 パソロブレス氏は、著しい成長を遂げていた。地域のワイン産業が流盛し、カリフォルニア州中部祭りが地域の呼び物に拡大し、ナシミエンとこのようないくつかの湖が高落地となり、魅力あり友好的な社会としてのパソロブレスの評判が大きくなった。1795年にはすでに、カリフォルニア州最古の泉の場所すなわち泉と、泥浴のために行く場所として、 パソロブレスが話題になり文書で書かれるようになっていた。1864年、サンフランシスコ・ブレティンの特派員がパソロブレスの温泉は州の泉の場所になるというあらゆる見込みについて記した。1868年までに人々は遠くオレゴン州、ネバダ州、アイバホ州、さらにはアラバマ州からもここを訪れるようになった。よく知られた泥浴の他に 鉄の泉や砂の泉があり、砂を通って泡が吹き出し、気持ちの良い感覚を生み出すと言われた。1882年、ドルーリー・ジェームズとブラックバーン兄弟が、エルパソデロブレスの御礼イい汚染と世界で、唯一の自然泥浴と題する宣伝用パンフレットを発行した。この時までに給品の宿泊施設ができ、読書室、理髪室及び電報発信室を備えた。 雑貨店、一級の有料級舎ができ、ホテルに泊まるよりはプライバシーを尊重する家族向けの快適な家具付きコテージもあった。一日二回の郵便配達があり、ウェスタンユニオンの電報局と、顧客向けに特別料金で対応するウェルズファーゴ代理店があったので、観光客はいながらにして、世界の他の地域とも接触できた。この泉が金持ちの社交の場という性格が強くなるに、 つれて、癒しの場としての当初の目的は、抹消的なものになっていった。1888年に大浴場と37の浴室を備えた入浴場が流行線の上に建てられた。翌年、大型温泉ホテルの建設が始まり、1890年には観光したが、1940年に火事で焼けた。浴室を使う特権は、ホテルの客に限られており、 温泉が癒すことのできる慢性病を抱えた多くの患者たちは流行のホテルの料金を払えなかったので、パソロブレス氏の数人の事業家がフェリックス・リスと交渉し、リスが所有する区画で流行船を利用する権利について契約した。流行船が掘られ、浴場が建てられ、25セントという支払い可能な料金での入浴が可能になった。この施設は、その後市に寄付され、 現在は、市営プールのある場所となっている。パソロブレスのワイン産業の成長には、地域と共にあった長い歴史がある。ワイン用武道は1797年に、スペインのコンキスタドールとフランシスコ会の宣教師によって、パソロブレスの土地に導入された。スペインの探検家、フランシスコ・コルテスが豊富なワイン製造業の運営を、 志メキシコやカリフォルニア州の他の地域から来た開拓者に土地の工作を奨励した。地域で最初の武道園はサンミゲル伝道所の牧師が作ったものであり、その古い発酵用村と武道の鶴の工芸品がパソロブレス市の北にある伝道所で今も見ることができる。パソロブレス地域で商業用ワインの生産が始められたのは1882年のことだった。 この年、インディアナ州から来た開拓者、アンドリュー・ヨークが、ブドウの食事をはじめ、現在のヨークマウンテンワイナリーがある場所に、アセンションワイナリーを設立した。ヨークが土地を購入した時、そこは主にリンゴ園で、小区画にのみ、ワイン用ブドウの木があった。ヨークは、ここの気候と土壌がブドウ園により適していると、判断し、ブドウ園を拡張した。それから数年後には市場に出す。 以上のブドウを生産したので、自分で小さな石造りのワイン醸造所を建設することになった。ワイン作業でアンドリューヨークがまず成功したことに続いて、ゲルト・クリントワースとイルサベ・クリントワースが1886年頃に、ジェンセオリン地域にブドウ園を作った。彼らは、ジン・ファンデル、ポート及びマスカテルを測り売りで売る免許を得ており、さらには、 バーガー葡萄から地域で最初の白ワインを生産した。ウィロークリーク地域にあるキャスティール葡萄園は1908年の直前に作られた。キャスティールワインは洞窟のセラーで蓄えられ醸成された。古い葡萄の木から切り出された枝が他の葡萄園を始めさせることになり、今日のこの地域でも生産され続けている。ワインの人気が高まるにつれて、 パソロブレス地域のワインも人気が出た。ロレンソネレリトレナネレリは1917年にヨーク山麓のブドウ園を購入した。そのテンプルトンワイナリーは禁酒法の撤廃とともに地域でも初めて保証付きの、1920年代初期、いくつかの家族がこの地域に移住して、家族のブドウ園とワイナリーを設立した時にワイン生産が変わっていった。 シルベスター・ドゥシとカテリーナ・ドゥシが1924年にブドウ園を購入した。その古く頭を刈り取られたジンファンデルの木はその息子ベニトが現在所有し栽培している。この頃にマルティネリ、ブシ、ボスティ及びビアンチの各ワイナリーが設立された。パソロブレスワイン地域はポーランドの有名な政治家でコンサートピアニストでもあったエグナチ・パデレフスキが パソロブレス氏を訪れ、この地域に魅せられて、2000エーカーの土地を購入した時により名声を獲得することになった。1920年代初期に彼は、アデレード地域のランチョサン・イグナシオブ動園に、プティシラーとジンファンデルを植えた。禁酒法執行後は、パデレフスキのワインは、ヨークマウンテンワイナリーで生産された。ランチョサン・イグナシオブ動園で生産されたブドウから、 作られたワインは賞を受賞するほどのものになった。プレミアワインを生産する地域としてのパソロブレスの評判はこのことやその後の成功によって確たるものとなり、1960年代後半から1970年代初期には、新しい世代の武道園開拓者がやってきて、地域を一層繁栄させた。2003年12月22日、現地時間の午前11時15分、 サンシメオン地震と呼ばれる地震が、パソロブレス市の北西25マイル位置と、市のすぐ西にあり、市の西側境界から立ち上がっている、サンタルシア海岸山脈との間の中央にある。パソロブレス市は、サンルイスオビスポ群北部とモントレー群南部が出会う、ところにあり、太平洋からは内陸に、約24マイル、すなわち車で20分の距離にある。 パソロブレス市のパノラマ写真パソロブレス地域は、欠片の気候区分で乾燥ステップ気候とカリフォルニア州海岸部に典型的な地中海性気候の二つの気候がある。長く暑く乾燥した夏と短く冷涼で時として雨が多い冬が特徴である。秋は長く温暖であり、春は早く訪れることもある。これは、 様々な農作物を育てるために適した特徴ある気候になっている。農作物は、ブドウからオリーブ、アーモンドなど、好みなどである。年間平均降水量は14.71インチであり、大半は、冬季と早春に降る。年間降水量が10インチ以下の年が多く、例年5月から9月はほとんど降水がない。夏は大変暑くなり、6月下旬から9月中旬の 日中の気温は下肢100度を超えることも多く、時には下肢110度を超えることもある。夏は異常なくらい夜と昼の温度差が生じ、下肢50度も開くことがある。冬は大変冷涼で湿度が高く、日中の気温は下肢50度台に近づくことも多い。朝と夜は日中の平均気温とは異なり、12月と1月は特に寒くなって歌詞25度にまで下がる。 太平洋に近いために海洋性騒雲が海岸山脈とパソロブレス市を覆うことがあり、霧を生じさせる。しかし、サンフランシスコのようなカリフォルニア州の海岸性海洋霧とは異なり、この霧は長く続くことがなく、午前10時には消え去る。アメリカ国立気象局の共同指示務所における過去、最高気温は1933年8月13日の 117だった過去最低気温は1913年1月6日の過去0度であり、カリフォルニア州で、そのような気温に達する地域として、最も標高の低いところとなっている。下去90度以上になる日は年間平均で81.0日あり、下去32度以下になる日は64.0日ある。 30年間平均の年間降水量は15.71インチであり、降水日は47日である。最も雨量が多かったのは1941年の29.19インチ。最も少なかったのは1947年の4、24インチだった。月間降水量で最も多かったのは1916年1月の14.76インチ。 24時間雨量で最も多かったのは1966年12月6日の5.25インチだった。降雪は稀だが、1929年4月5日と1988年12月15日には4.0インチの降雪があった。パソロブレス FAA 空港では、 過去最高気温が1961年6月15日と1960年7月20日の下詞115度だった。過去最低気温は1990年12月22日の下詞8度だった。下詞90度以上になる日は年間平均で86.7日あり、歌詞32度以下になる日は53.6日ある。 30年間平均の年間降水量は12.57インチであり、降水日は42日である。最も雨量が多かったのは1995年の25.56インチ。最も少なかったのは2007年の4、20インチだった。月間降水量で最も多かったのは1969年1月の12.19インチ、24時間雨量で、 最も多かったのは1995年3月10日の5.47インチだった。記録された降雪は1988年12月15日の4.0インチだった。以下は2000年国勢調査による人口統計データである。2000年国勢調査以降のパソロブレス市の人口は年平均成長率3.18%と著しい成長を遂げたので、 カッコ内に2007年推計値を示す。カリフォルニア州議会では上院の第15及び下院の第33選挙区に属している。連邦議会下院ではカリフォルニア州第22選挙区に属し、クック投票動向指数では共和党プラス16となっている。2010年時点ですべて共和党議員が務めている。パソロブレスは アメリカ国道101号線とカリフォルニア州道東46号線という主要道路の交差する位置にあり、ロサンゼルスとサンフランシスコ米エリアの中間にあって、東のサンフォアキンバレーや週間高速道路を5号線に直接アクセスできる。市内には1本の高速道路と2本の高規格道路が通っている。シアトルとロサンゼルスの間を毎日走っている。 アムトラックのコーストスターライトがパソロブレスに停車する。サンディエゴとサンルイスオビスポの間を走るパシフィックサーフライナーにはパソロブレス駅からバス便で接続されている。市内にはパソロブレス市民空港がある。中心街からは北東に約5マイルに位置し、地域の一般用途空港である。この空港からは定期商業便が出ておらず、 商業便を利用する場合は25マイル南の三類ー,ービスポ市内にある三類ー,ービスポ郡地域空港を利用する。パソロブレス市民空港は一般用途に加えて多くのビジネス便が運航されている。カリフォルニア州森林防火部がこの空港に出動拠点を置いている。この空港で消火用化学薬品を積み込み森林火災の上で投下される。また、 カリフォルニア州ハイウェイパトロールも固定翼機を使って速度取り締まりに使っており、さらにヘリコプターを使って探索や救援に当たっている。パソロブレス市民空港周辺の地域は空港道路工業団地と呼ばれており、多くの航空機保守業者とその施設があるとともに、航空機関連部品製造業者やマシューズの高級料理レストランなど関連産業がある。ここでは、 毎年6月半ばに北カリフォルニア地域極限飛行協議会が開催されている。フラムゾン中学校パソロブレス公共教育学区には小学校6校、中学校2校及び高校3校があり、その他に特殊学校と家庭が4種類ある。高等教育機関としてはクエスタカレッジとフェニックス大学のサテライトオフィスがあり、 パソロブレス成人学校と PR カリナリー芸術アカデミーもある。サイクリングにはパソロブレスの広く開放的な道路と景観の良いブドウ園が適している。ワインカントリー西側を抜ける全長39マイルのブドウ園ドライブループコースやより初心者向けに全長21マイルのスターファームズループコースもある。サイクリングコースに沿ってワインのシーンやピクニックの施設がある。 中心街周辺を巡行するサイクリングもある。市内ではグレートウェスタン自転車ラリーが34年間開催されてきた。2009年アンゲンツアーオブカリフォルニアではステージ5のゴール地点となった。パソロブレス周辺ではゴルフが人気がある、レクリエーションとスポーツになっている。市内には4つのゴルフコースがあり、そのうち2つはレジャー用となっている。 パソロブレスでは暑い夏の日と涼しい朝湯が水泳やテニスに適している。2009年以来、パソロブレス水泳、テニスクラブが会員制のサービスを開始した。ナシミエントコは、市の北東を13マイル、サンタルシア海岸山脈にある長さ18マイルの湖である。この湖は、パソロブレス市内にあるのではないが、拡大パソロブレス市地域と考えられるものの中に、 入っている。地元住人がザレークと呼ぶ、この湖は、市に近いために郵便番号が同じである。パソロブレス市民にとって大きなレクリエーションの場所であり、水上スポーツファンには天国である。水上スキー、ウェークボード、ジェットスキーなどやつり、水泳を楽しむことができる。バーニー・シュワルツ公園、レクリエーション地域、編集バーニー・シュワルツ公園は、 カリフォルニア州道東46号線とユニオン道路に接し、多くの点在する丘に囲まれた広さ42エーカーの公園である。野球、ソフトボール、サッカーなどの大規模な競技会を開催できるほか、100万ガロンの湖、いくつかの草原ピクニック場、4つの祭事パビリオン、2つの売店及び2つの大きな遊戯場がある。センテニアルパーク複合施設、 編集センテニアルパークは、パソロブレス市の東部にあり、地区に囲まれ、ダニエル・ルイス中学校に隣接している。広さは17エカーである。屋内スポーツの活動に加え、多くの様々な事業と、活動、20万ガロンの水泳プール、ウォータースライドのある歩行プール、2つの大きなバーベキュー場、草地のあるピクニックとパビリオンの地域、円形劇場、ウォーキング道路、 二つの屋外バスケットボールコート、長さ1.2マイルの舗装歩道、四面の照明付きテニスコート、二つの遊戯場がある。いくつかの会議室やバンケットルームも利用できる。シティパーク、編集シティパークがある場所は、町の創設者ブラックバーン兄弟が公衆公園用地としての利用を指定して寄付した土地である。中心街の心臓部にあり、広さは5エーカー。 ピクニック、遊戯、映画鑑賞前後の散策ができ、近くの多くの商店でのショッピングや食事ができる。パイオニアデーやシューチューブフェアパンケークブレックファストのような地域の休日から独立記念日のような全国的祝日まで人々が集まり祝う場所として珍重されている。ここでは、コンサートインザパーク、トレーディングデー、2週間に1回のファーマーズマーケット、 ワインフェスティバル及び自動車ショーが開催されている。シャーウッドの森と公園、編集シャーウッド公園は町の南東部高地にあり、青年スポーツに利用されている。2002年4月にリトルリーグの球技場が改修された。他にバスケットボールコート、蹄鉄投げ場、レストルーム、ビーチバレーのコート、家族バーベキュー場、公式サッカー場一面、小型サッカー場二面、 観覧席付きソフトボール場、テニスコート4面がある。シャーウッド公園に隣接して、シャーウッドの森は新しく建設された公園と遊戯場であり、中世をテーマにして、大きな霧を吐き出す竜、曲がりくねった敷石道、堀のある古城があり、遊戯場に箇所もある。パソロブレス祭事センター、編集パソロブレス祭事センターは、伝説的なカリフォルニア州中部祭りの会場に、 なっている。一年中、行事、展示会、ショー及びスポーツが開催されている。主な行事としては、パソロブレスジンファンデルフェスティバル、セントラルコーストローラーゲーム、ミッドステート、フォールホームショー、セントラルコーストボートショー及び、グレートウェスタンバイクラリーがある。カリフォルニア州中部祭、編集パソロブレス祭事センターで、毎年7月下旬から8月初旬の12日間、 開催されているカリフォルニア州チューブ祭りはカリフォルニア州で最も喜ばれる家族向け行事になっている。工業界で名の知られたものとヒット曲を演奏するコンサート、テレビでも放送されるロデオ、乗馬と家畜のショー、様々なページェント、遊園地の大型乗り物、展示会、商品販売会、特産品コーナー、競技会が催され、地元の食品も、 多様に供されている。パソロブレスのブドウ園、パソロブレスワインカントリーは、カリフォルニア州でも最も成長速度の高い、プレミアムワインとそのブドウ園がある地域であり、1993年から2002年の間に折り紙付きワイン醸造所とブドウ園の数が倍以上になった。アメリカンワイン産業地域に指定されており、25種以上のブドウが栽培され、250以上の 折り紙付きワイン醸造所がある。1993年、パソロブレス市の武道生産者、ワイン醸造所及びワイン新衣所がパソロブレス、ワインカントリー同盟を結成した。この非営利団体は、パソロブレスのプレミアムワインの反則と教育に貢献している。ジンファンデルフェスティバル、編集毎年3月、パソロブレスワインカントリー同盟がジンファンデル、フェスティバルを主催し、 この期間、ジンファンデルの生産者や世界中のファンが集って、ワイン、料理及びカリフォルニアの歴史的バラエタルを祝う夜を楽しむ。110以上のワイン醸造所が、この週末にパソロブレスワインカントリー中の特別行事を手配する。ワイン生産者のディナー、食事の組み合わせ、セミナーと公演、オープンハウスと特別シーンが行われる。パソロブレスワインフェスティバル、 編集パソロブレスワインフェスティバルは毎年5月の第3週末に開催されるカリフォルニア州のセントラルコーストの公式シーン行事である。この週末はパソロブレスワインカントリーを訪れる最良の時である。110以上の地域ワイン醸造所がワイン生産者のディナー、食事の組み合わせ、セミナー、ワイン醸造所ツアー、特別シーンなどの特別イベントを開催している。 カリフォルニア州では3番目に大きく最も早く成長しているパソロブレス地域の多くの場所でこの行事に参加できる。州内全体から観光客を引き付け、地元ワイン醸造所のほとんど全てと地元の料理店からのワインが出品される。オリーブフェスティバル、編集オリーブフェスティバルは急成長するオリーブ産業を祝うものであり、地域や 隣接地域の職人技的オリーブ生産者から、オリーブ、オリーブ油、タップナード、漬け汁、オリーブ油アイスクリームなど、食の喜びを味わうことができる。調理場では、プロのシェフが調理のデモを行い、また料理コンテストも開催される。この祭りでは、音楽、娯楽、地元のワイン醸造所やビール醸造所による、シーン、オリーブ油のテイスティングもある。 芸術審査会や工芸品賞、アーティストのブースもあり、様々な料理など祭りの屋台も多く出る。ハーベストワインウィークエンド、編集毎年10月第3週末には、ワインカントリー同盟のハーベストワインウィークエンドが開催されている。160以上の個別の行事があり、参加するワイン醸造所の数も140を超えている。ハーベストは、ワイン醸造所がったに見られない。 どう園を公開し、ワインのファンには喜ばれるどうを潰す工程を見せる季節である。この週末には動いているどう園の作業を見て覚え、ブレンドセミナーに参加し、2トンの武道を踏みに初めて足を踏み入れることになる。音楽の生演奏、地元の料理、村のサンプル、アーティストの展示も、この3日間に楽しめる行事のいくつかである。 またシネマエビのパラディスは、選別された、セントラルコーストワイナリーの元の星空の下で、ワイン試飲、ディナー及びクラシックな映画の映写を行う一連の、夕方行事となる。参加するワイン醸造所としては、キャス、ビーリカナ、リオセコ、マロヨニールなどがある。パソロブレス氏とサンルイス・オビスポ郡は、持続可能な建物手法の指導的存在である。 地域のいくつかの会社がわらたば建設、断熱コンクリート、練り土、超断熱ビル、及び JM 建設会社による環境性能評価システム認定建設を得意としている。パソロブレス中心街から半径15マイル以内に12件のわらたば家屋、6件の断熱コンクリート家屋、及びいくつかのわらたばワイン醸造所と支援室が建設されている。 パソロブレス氏には信頼性の高い西風が通る場所に、いくつかの風力発電所があり、風力発電機で発電している。ありがとうございます。